お隣に千葉からやってまいりました千葉国選会です。今日は大取りということで、今あの実行委員長がですね、あの最後なんだからあなた挨拶しなさいって言われて、僕でいいんでしょうか。本当に今日はですね、ドリームスコア2日間開催、ご苦労様でした。本当に、たくさんの人たちがですね、関わってきてくれたと思います。僕のおかげではありませんけれども、皆さんスタッフのおかげだと思います。本当にありがとうございます。最後、その労に報いるためにも我々精一杯踊らさせていただきます。それでは審査員の方も早く踊れと思ってらっしゃるんでしょうから行きたいと思います。テーマはうちのネタです。それだけです。入るところがきっとあると。3日間続きましたこちらのお祭り、演目続け終了です。